これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前は。キリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江？なんでお前がこんなことをしてんだ。わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係ありゃしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと。わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ、1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたるケジアンでっか。府警四課の佐山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。舐めたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害、罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん命捨てたわしには通用せえへんわ。なんだと。もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどうでも言っとるやないけ。Oh!
すがや、キリュウ。しかし林のような幹部衆まで郷田隆二は取り込んでいったとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。さあ、これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。